ランナーズインフォーメーション研究所とは観光庁が設立した研究所2011年11月4日設立所長は元マラソン選手の高橋直子観光庁は全国の道を観光地化し新たな観光需要を創出しようと観光庁ランナーズインフォーメーション研究所を2011年11月4日に設立した初代所長は 元マラソン選手の高橋直子。研究所では、投稿をもとに、道の魅力を再発見し、各界の専門家が推薦コースを選定する。コースは、ウェブサイトや iPhone 向けアプリ、ランナーズインフォで紹介する。専門家には、ランナーの高橋直子のほか有森裕子や建築家の青木敦氏、造園家の佐野東へも、だがなお連らねえ専門家は随時、増員されていく。 第一号認定コースは皇居、物語がある道。認定されたコース上には、研究所の認定であることを示すシンボルマークのパネルが掲示される。観光庁ではマラソンを有力な観光資源と捉え、振興に取り組んでいる。国内の道を観光地化し、法日外国人旅行の拡大につなげたい考え。高橋所長は、日本中に新しい観光名所を作り出し、 日本を世界一高期大国にしたいと抱負を語り、日本にはまだ知られていない良い道がたくさんある。皆さんのおすすめの道の情報を待っていますと研究所への投稿を呼びかけている。新しい視点による観光資源開発を行う。ランナーのみならず、歩行者や自転車利用者についても同じサイト内で、ウォーカーアーツインフォーメーション研究所を呼び、 サイクリストインフォメーション研究所と称し、道の紹介を行う。ありがとうございます。